2004年の今日、最大震度7を観測した新潟県中越地震が発生しました。新潟県中越地震は2004年11月23日17時56分に発生しました。震源は当時の川口町で、震源の深さは 13km、 地震の規模はマグニチュード 6.8 でした。川口町は1995年の阪神・淡路大震災以来となる震度7を観測しました。全体で死者68人、負傷者4805人、家屋全半壊は約1万7000棟に上る甚大な被害となりました。またこの地震の大きな特徴は、68人の死者のうち52人が災害関連死だった点です。建物の倒壊など地震の揺れによる直接の死者は16人で、それ以外は避難中のストレスで亡くなったり、復旧活動中に吸い込んだ塵が原因で肺炎にかかったりするなど、地震後の環境が影響したものでした。また車中避難によるエコノミークラス症候群が注目されたのもこの地震の特徴です。避難所で過ごすストレスを避けるために車の中で寝泊まりをした結果、肺塞栓を引き起こし亡くなる方が出ました。現在では避難所でのストレスを減らすための心のケアが重視され、エコノミークラス症候群を防ぐための啓蒙が行われるなど、少しでも関連死を減らす対策が取られています。この地震でエコノミークラス症候群が注目されたということで、改めてエコノミークラス症候群について見ていきましょう。足先を長時間動かさずにいると血流が滞ります。そして血流が滞ると血液が固まって、塊がふくらはぎの静脈にできてしまいます。血栓が血流に乗って肺に飛んでしまうと、肺の血管が詰まって肺塞栓という命に関わる病気になります。この一連の流れが代表的なエコノミークラス症候群です。ではエコノミークラス症候群を予防するための3原則を見ていきましょう。1つ目はできるだけ車の中に止まらない。2つ目はとにかく歩く。歩けないときは足首を回す運動をしてください。3つ目は水分を可能な限り積極的に取ることです。もし災害などで避難生活を余儀なくされた場合は、こちらの3つを意識しながらエコノミークラス症候群を予防してください。今日は2004年の新潟県中越地震が発生したということで、新潟県中越地震、そしてエコノミークラス症候群についてお届けしました。